おはようございます。はい、ただいま長野駅にいます。はい、ではこの長野駅から、0泊2日でですね、静岡の静岡鉄道、そして京都の京阪電車へと、行きたいと思います。はい、まずはこの特急しなの2号へ乗って松本へ行きます。こっちも新幹線いますね。はい、では特急しなの号をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は特急しなの2号名古屋行きです。停車駅はしのの井、赤品、松本、塩尻。ありがとうございます。ただいま5番線に停車中の列車7時12分発、松本から21系乗り換えです。中央東線の新津駅に来ております。隣穴山と韮崎、ちょっと行くと甲府ですね。ここは山梨県の韮崎市ということで駅なんですけど、2面2線の結構長い。はい、ただいま、甲府駅です。これから特急富士川に乗って、富士まで行きます。いや、富士川かっこいい。うん、でこっちの方には、64もいますね。奥に37号機と手前に1032かな52かいますね。ご利用いただきましてありがとうございます。この列車は特急富士川6号静岡行きです。はい、富士駅到着です。ここで、特急富士川から普通列車に乗り換えですね。いやー、富士川楽しかったです。本当に乗ってたかった。うん、3両編成か。はい、草薙駅到着です。これから静岡鉄道の方に乗り換えます。はい、静岡鉄道の草薙駅に到着です。ちょうど今列車が来ましたね。こうやって新清水方面って書いてありますけど、とりあえず乗ってみようと思います。あ、反対列車も来ましたね。いやー、7分に1本ってすごいな。次は県総合運動場です。 The next station is Prefectural Sports Center。 あなたを素材から美しくする美容室クワトロは駅から近くで2分。暴力団が関係する困りごとは静岡県暴力追放運動推進センターの無料相談へ、電話283-8930ヤクザ0へ。さらに連絡を取ってお越しを取ったら、内科や消防に、糖尿病のご相談は総内科医院まで。はい、ただいま静岡です。先ほど静岡鉄電車にね乗ってきてだいぶ楽しかったですね。ここからは、ホームライナー沼津に乗ってとりあえず沼津の方へ行きたいと思います。
これ211系が今熱海行きが来ましたね。はい、熱海到着。ここから JR 東日本の車両に乗ってきます。ただいま辻堂です。ちょっと折り返します。長かった。7番線ドアが閉まります、うん、ご注意ください。ドアが閉まります、ご注意ください。快速ムーンライト長良号大垣行きです。東京駅時刻通りの発車を満たしております。電車は10両編成で終点大垣まで参ります。前から1号車2号車、はい、静岡京都の旅前編いかがだったでしょうか。動画がね長くなってしまったので前編と後編で分けさせていただきました。特急富士川号とね静岡鉄道本当に楽しかったです。特急富士川号と静岡鉄道、また用事があったらそっちの方に行くことがあったらですね、もう絶対に乗りたいですね。特にこの静岡鉄道はこのように鉄道コレクションを買って、そしてね動力化もそれぐらい好きになっちゃいました。かっこいいですよねこれ本当に。そしてですね、この旅へ出る前夜の日、自分喉を痛めてしまいまして、で動画見てわかると思うんですけど、全然声が出ずに、声も低いし、ちょっと何言ってるか分かんないようなシーンもあったと思うんですけど、そのようになってしまって本当にごめんなさい。もうこれはね編集でもどうしようもなかったっつかできなかったので、はい、ではねまた後編はムーンライト長良号に乗って京都の方へ行ってきましたので、そちらも合わせてお願いします。では後編の動画でまた。